どうも高井です。話す技術は喋らない時間に秘密がある。ほとんどの人 99% ぐらいの人は自分自身に自信がないからこそ話が下手くそになっています。話す技術っていうのは技術プラス面白い知識を持っている量、これで決まると私は思っています。接客業であればあるほどですね。あなた自身の話す時間、相手の話を聞くという時間で、またその話を聞いた上で相手に話し返すという時間、こういう話をしてしまえばですよ、この相手の話を聞くという時間中心のその時間に、あなた自身が相手の声をとか、とか、そうだなとか、そういう言葉で間を相手が取っている時に、さらにあなた自身が、ああこの人悩んでんだろうな、助言しなくちゃなって余計な気を回すからこそ、相手に考える時間を与えずにもう一度喋りかけてしまう。だから間が取れないわけじゃないですか。私はその間を取っている時間こそが一番重要であって、その相手の話を聞くという時間、これが大切なんですよ。聞き上手を話し上手とは言いませんか。話し上手であれば、聞き上手であればあるほど相手の聞く時間、間を取るのが上手くなってくるんですよ。間を取るのが上手くなると必然的に喋る量をシンプルに短くできるし、効率的になってくるから、喋り疲れないし、頭を使って考えてる分、正直言葉の量もね、どん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 削ぎ落とされてシンプルになっていく。この使い方こそ重要であって、残りは面白い知識をどれほど持っているかなんですけど、これは読書で補えばいい。だからまずはね、沈黙をうまく扱う、相手が喋っている時間をうまく効率的に使うということをね、考えてみてください。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。